皆様大変お待たせいたしました。本日はお越しいただきましてありがとうございます。冒頭ちょっとお時間の方が定時より過ぎてしまいまして大変申し訳ございませんでした。それではなでしこジャパン日本女子代表のヨーロッパ遠征メンバーの発表会見を行わさせていただきます。冒頭ですが、お手元に、メンバースケジュールのリリースと合わせて、アパレルプロバイダーのビームさんの方で今回スーツの方をリニューアルしていただきました。監督が今現在着用しているものがそのスーツになってございます。今後の活動の際に着用してまいりますのでこちらも合わせてご注目いただければと思います。それでは早速でございますが監督の方より遠征に向けた意気込みメンバー選考基準とコメントを申し上げます。よろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは。この間 の、 アメリカ遠征から引き続きヨーロッパ遠征に出かけることになり、フランス、ドイツと対戦することになります。アメリカ遠征から引き続きやはりワールドカップに向かって最終的なメンバーの選考に入ってきますし、もちろん世界2位3位のドイツ、フランスとできるということで、その中から選手個として世界の舞台で戦える選手、またグループとしてチームの中で生きていける選手っていうことを考えてメンバーを選んでいます。数名ちょっとコンディションの問題もあり今回の遠征にも呼べなかった選手はいますけれども、アメリカ遠征で1勝1分け1敗という成績ではありましたけれども、およその日本の戦い方の道筋は見えてきたなということを感じていますし、新しく呼んだ選手や今まで呼んできている若手が思った以上にこう世界の中でもやっていけるんじゃないかというものを見せてくれましたので、それをその力に期待する部分もあり、最終的なこの2試合でグループとして、チームとして世界で勝てるメンバーを選んでいきたいなというふうに思います。本当に非常にずっと力のあるフランス、ドイツとの試合なので、もうここで我々日本のそのワールドカップの勝敗というかどんなふうにこう戦えるか、どれぐらいの力を今現在あるのかということを測るには本当に最後でありますけれどもいい機会だと思うので、思い切ってぶつかって成果のある編成にしたいなというふうに思います。はい、ありがとうございました。それでは質疑応答に移ります。ご質問ある方は挙手いただきまして、お名前会社名に続きましてご質問の方をいただければと思います。マイクをお持ちいたしますので、ご質問の方いかがでしょうか。はい、では中央の男性の方お願いいたします。マイクをお持ちします。サッカーダイジェストの多田と申します。お願いします。先ほどアメリカ遠征でこう戦い方の道筋が見えてきたとおっしゃいましたけども、具体的にどういったこう戦い方が見えてきたか教えてください。ずっとなでしこジャパンが世界で戦ってきて2011年にワールドカップを掲げるときことができた、その前からの歴史もありますけれども、やはり技術を生かしてボールを動かす、人も動く、アグレッシブに戦っていく、やはり粘り強く最後まで諦めず戦っていくというベースの中で、やはりこう圧倒的な個っていうところをなかなかこう日本の場合はまだこう出てこない、出てきにくいっていう中で、本当にグループとして強豪アメリカやイングランド、もちろんブラジル相手にでも劣勢な時間帯はもちろんありますけれども、自分たちのリズムでボールを動かすことができ、またゴール前に
を複数名が絡んで実際ゴールを奪ったシーンを見るとそういった形で戦っていけるかなっていうものは見えましたし、ただ逆にその失点の場面や押し込まれる場面っていうところに関しても、まあ、ずっとそのフィジカル的なところは言ってますけれども、まあ、ちょっとした集中力の欠如や、まあ、グループが少し組織が波状したときにというその課題はありますけれども、そこも十分修正できるのかなというふうに感じたので、もう一度その辺を選手としっかり確認をして、まあ、とにかく研ぎ澄ましていきたいなというふうには思います。続きましていかがでしょうか。はい、中央の男性の方お願いします。朝日新聞の堤野です。よろしくお願いします。まあ、フランスとドイツとそれぞれ、まあ、タイプの違う、チームだと思うんですが、それぞれの試合で試したいこと、あるいはメンバー選考の中でこれを見たいということを考えていらっしゃることがあれば教えていただけますか。前回のアメリカ遠征もそうですけれども、まあ、選手を全員こう試す中でというふうには思いつつも、やはりチーム作りの最終段階には入っているので、少し固めながら、やっていこうかなというふうに思いもあり、まあ、その辺はまた選手が集合してコンディションを見たり、もちろんその相手の情報を入れた上で、まあ、どうやって戦っていこうかというのは考えようかなというふうに思います。はい、その他いかがでしょうか。お願いします。メブリーズの松原と申します。前回のアメリカ遠征の時に、はい、2つ3つ次のこのフランスドイツ遠征でも試したいとおっしゃっていらっしゃったと思うんですが、はい、その思いは今も変わらないのかということと、試すとしたらどんなことを試されたいと考えていらっしゃるのか、このメンバーで、うん、ということを教えてください。攻守ともにもちろんこの部分でやはりこうチームで決めた戦術やその約束事っていうものをグループとしてこう遂行できるかっていう、誰ができるんだろうかっていうこともありますけれども、まあいろんな組み合わせの中でその私が期待した以上、まあイメージを超えてくる選手っていうのはいると思うので、もちろんそれを待ち望んではいますし、まあ、戦術を超えて何かを個で力を発揮する選手っていうことを探したいなっていうのはいつも思っているので、その辺はいろんなグループや組み合わせで変化が起きると思うので、まあ、その辺の一番見たいところは誰と誰が組んだ時に何が起きるかっていうところは観察したいと思いますし、守備に関してはやはりグラウンドに立つ11人が常に連動し続けて穴が開かないようにというところは徹底したいですし、最終的な個の強さというところももっと求めていかなければいけないので、その辺も強調しながら攻守ともにこう完成していけるようにしていけたらいいかなと思います。続きましていかがでしょうか。お願いします。共同通信の大沢と申します。よろしくお願いします。今回もまあコンディションにまあちょっとその問題で選べなかった選手も数名いるということですけど、はい、まあ、岩渕選手とか坂内瑞穂選手とかというのが念頭にあるのじゃないかと想像しますけれども、はい、その点についての、まあワールドカップに向けて今後どう向上していってほしいかという期待の部分と、あとですね、まあ、今まで呼ばれてた有吉選手であるとか宇津木選手、まあ、ベテランとしてチームを支えてきた選手たち、はい、まあ、競争であると思うんですけれども、はい、今回選ばれてない理由というのを、教えていただける範囲で教えていただけますか。はい、まあ、今出た名前の選手たちっていうのはもうずっと私が就任して以降も頑張ってくれていた選手たちですし、まあ、彼女たちの力がこう必要でずっと選んできているので、まあ、もちろん一番大事なのは
6月7月のワールドカップにベストなコンディションでっていうことを考えて、まあ、今回ももちろんコンディションが整っていれば連れて行きたい選手もいましたけれども、まあ、いろいろ考えてしっかりこっちでコンディション上げた方がいいかなっていう判断で、まあ、呼んでない選手と、あとまあベテランの選手たちがチームに及ぼす影響っていうのは非常に大きいですし、本当に献身的にチームのために、まあ、オフ・ザ・ピッチでも力を貸してくれていましたので、まあ、今回も名前はないですけれども最終的にその誰を選ぶかっていうことは、まだ決まっているわけではないですし、まあ、全員に若手も含めてですけれども大会に出るつもりでコンディションを上げておいてほしいっていうことは伝えているので、今回の遠征を見てトータルでチームとして、ベストな布陣を最終的には選びたいなっていうふうに感じに考えています。はい、その他いかがでしょうか。よろしいですか。はい、それではお願いします。すいません、せっかくなので、はい、今回そのビームスの新しい、はい、スーツを着用されていますけれども、そちらのスーツを実際に着ていらっしゃっての着心地について伺いたいのと、はい、高倉監督ご自身が着こなしなどでこだわっているポイントがあればお願いします。はい、先日もちょっと着させていただいたんですけれども、まあ、非常にこう締まった色というか本当にシンプルな濃紺のスーツですけれども動きやすいですし、まあ、シンプルなだけにこうスッとしたイメージというか、まあ、そういったものがあって非常にいいものを提供していただいたなというふうに感じています。まあ、着こなしはそうですね、何でしょうね、綺麗に着たいと思います。ありがとうございます。その他いかがでしょうか。はい、それでは最高峰の男性の方お願いします。日本テレビの森と申します。よろしくお願いします。はい、ワールドカップが行われるフランスで今回試合ができるっていうのは、はい、なでしこジャパンにとってすごい大きな経験になると思うんですけど、まあ、今回フランスで試合ができることに関して、まあ、その上で強豪と戦えるっていうのはどのように考えてらっしゃいますでしょうか。やはり大会前にその国に行って、まあ、グラウンドの雰囲気や芝の状況、まあ、もちろん会場は違いますけれども、いや食事に関してまた移動距離なんかに関して肌で感じることができるのは本当に大きな経験だと思いますし、まあ、フランスはホスト国でこれまでの成績近い、ところの成績を見てももう本当に負けなしでほとんど負けなしで来ているような状況でチーム力も高いと思いますので、まあ、先ほども話が出ましたけれども本当に私たちはもう本当チャレンジャーであるということを前提に、まあ、アメリカ遠征から引き続きになりますけれども何ができて何が足りないかということをとにかく全員で感じて、まあ、見て対策を考えていくっていう遠征になるとは思います。ありがとうございます。その他いかがでしょうか。最前列の男性の方お願いします。おしるくん西森です。よろしくお願いします。ドイツフランスっていうと多分2014年とか15年とか以来の対戦ということで監督就任されてから初めて対戦ということになるかと思うんですけども、はいはい、まあ、この両国含めて世界の、強豪のチームの、成長について、監督がどのように捉えられているのかっていうのを教えてもらえればと思います。フランスもドイツも少しこうメンバーがもちろんこういう4年というサイクルの中で変わって監督さんも変わられて、話をする機会がありましたけれども両監督ともやはりすごくチームのその変わり時っていうことで苦労しているっていう話は聞いています。で、まあ、でも戦績を見ればやはり底力というか若手の選手でも日本もそうですけれども
どんどん成長しながら国をこう支えていってるっていう意味では、まあ、国としての力は高いなっていうふうに感じているので、また前回大会とは違う選手たちではありますけれども、とにかく国を代表して、うん、本当に国の総合力だと思うので、うん、真面目な対戦にはなりますけれども、特に若い選手はそのフランス、ドイツ、アメリカという競合に関してもあまりこう苦手意識っていうのがないように見えますので、まあ、そういったところもプラスになっていければいいかなというふうに思います。その他ご質問いかがでしょうか。それでは2列目の男性の方お願いします。日経新聞の記者です。よろしくお願いします。お願いします。フォワード陣を6人選ばれていて、はい、この6人には先ほどおっしゃったコダとか、組み合わせというのも当てはまるかなと思うんですけれども、はい、改めてこのフォワード6人に今回の遠征で期待とか、はい、まあ、求めることっていうのはどういうところでしょうか。それぞれ特徴が違う選手たちが今増えてきていて、チャンスメイクをする、自分でこうゴールをゲットするっていうことに関して、まあ、国内では非常に高い力を持った選手たちだと思いますし、やはりグラウンドにピッチに立って試合に出た時には彼女たちはやはり得点という形で結果が欲しいということは望んでいると思いますけれども、やはり攻守トータルで見て、やはり日本は守備のところでもチームに貢献しなければならない時間というのも多いと思うので、総合力が問われる中でやはり攻撃のところで何か変化をつけれるということに関して期待は大きいですし、また特徴の違う彼女たちが、何かをこう自分たちで作り出すっていうグラウンドの中で、相手はもちろん体が大きくて当たりの強いディフェンダーが多いですけれども、全てにおいて相手の予測の裏をかけるようなプレーを個で生み出す、またはグループで生み出すということを期待して、いろいろ試していけたらいいかなと思います。それでは続きましていかがでしょうか。では後列女性の方お願いします。日比野と申します。よろしくお願いします。ワールドカップメンバー選考前の、最後の代表での遠征だと思います。で今回選ばれたメンバー、監督いくつかポイントを挙げられましたけども、はい、そのために一番重要視したいこと、求めたいことはどんなことかということと、やはり宇津木さんだったり有吉選手がいないっていうことは監督の中でもすごくこう覚悟を持って選んだメンバーだと思いますが、はい、そういった意味での今回選ばれた選手にどういった覚悟でこの遠征に臨んでほしいと思われてますでしょうか。やはりもちろん今日本のフィファランクが8位という現実はありますけれども、まず選手に持っていてもらい、絶対に持っていてもらいたいのはワールドカップに勝つ気でフランスに行くっていうことは望みたいですし、どんなこう1ヶ月の大会の中でどんな状況になってもやはり気持ち的に心がやはりいつもまっすぐこう勝利に向かって、またはサッカーに対してブレずに強い思いをこう持ち続けることができる選手っていうのは絶対必要だと思いますし、そこはもちろんその技術的な部分や体の持ったものっていうのはあると思いますけれども、そこをまず持ってきてもらわないことには世界で戦えないと思うので、精神論か技術論かっていうふうになると、そっちの方がやはり選手のプレーを支えるのかなっていうふうには最終的には思っている部分もあるので、その辺の選手の心の部分もしっかり観察できたらいいかなと思います。はい、それでは次の質問で最後とさせていただきたいと思います。最後に一ついかがでしょうか。よろしいですか。はい、ありがとうございました。それでは以上をもちまして会見を終了とさせていただきます。今日はお越しいただきましてありがとうございました。ありがとうございました。
うん